イスラエルはヨセフが年より子であったので、どの息子よりも可愛がり、彼には裾の長い晴れ着を作ってやった。姉たちは父がどの兄弟よりもヨセフを可愛がるのを見て、ヨセフを憎み、穏やかに話すこともできなかった。姉たちが出かけていき、シケムで父の羊の群れを飼っていたとき、イスラエルはヨセフに言った。兄さんたちはシケムで羊を飼っているはずだ。お前よ、彼らのところへやりたいのだが。ヨセフは兄たちの後を追っていき、土壇で一個を見つけた。兄たちは遥か遠くの方にヨセフの姿を認めると、まだ近づいてこないうちにヨセフを殺してしまおうと企み、相談した。おい、向こうから例の夢見るお方がやってくる。さあ、今だあれを殺して穴の一つに投げ込もう。あとは野獣に壊れたと言えばよい。あれの夢がどうなるか見てやろう。ルベンはこれを聞いてヨセフを彼らの手から助け出そうとしていった。命まで取るのはよそう。ルベンは続いていった。血を流してはならない。あれののこの穴に投げ入れよう。手を下してはならない。ルベンはヨセフを
彼らの手から助け出して父のもとへ返したかったのである。ヨセフがやってくると、兄たちはヨセフが着ていた着物、裾の長い晴れ着を剥ぎ取り、彼を捕らえて穴に投げ込んだ。その穴は空で、水はなかった。彼らはそれから腰を下ろして食事を始めたが、ふと目を上げるとイスマエル人の大将がギリアドの方からやってくるのが見えた。ラクダにジューシー乳香もつ薬を積んでエジプトに下って行こうとしているところであった。ユダは兄弟たちに言った。弟を殺してその血を負っても何の得にもならない。それよりあのイスマエル人に売ろうではないか。弟に手をかけるのはよそう。あれだって肉親の弟だから。兄弟たちはこれを聞き入れた。ところがその間にミディアン人の商人たちが通りかかって、ヨセフを穴から引き上げ、銀20枚でイスマエル人に売ったので、彼らはヨセフをエジプトに連れて行ってしまった。神の御言葉。神は私を救われる。その慈しみをたたえよう。神よ、あなたは私を救い、死の力が勝ち起こるのを許されない。神よ、あなたは死の国から私を引き上げ、危うい命を救ってくださった。神は私を救われる。その慈しみをたたえよう。神よ、慈しみ深く私を帰り、私の助けとなってください。あなたは嘆きを喜びに変え、荒布を晴れ着に変えてくださった。神は私を救われる。その慈しみをたた神は一人子を与えになるほど世を愛してくださった。神を信じる人は永遠の命に生きる。マタイによる福音。その時イエスは祭司長や民の長老たちに言われた。もう一つの例えを聞きなさい。ある家の主人がブドウ園を作り、
柿を巡らし、その中に絞り場を掘り、見張りの櫓を建て、これを農夫たちに貸して旅に出た。さて、収穫の時が近づいた時、収穫を受け取るために、しもべたちを農夫たちのところへ送った。だが、農夫たちは、このしもべたちを捕まえ、一人を袋叩きにし、一人を殺し、一人を石で撃ち殺した。また、他のしもべたちを前よりも多く送ったが、農夫たちは同じ目に合わせた。そこで最後に、私の息子なら、敬ってくれるだろう、と言って、主人は自分の息子を送った。農夫たちはその息子を見て話し合った。これは、跡取りだ。さあ、殺して彼の相続、財産を我々のものにしよう。そして、息子を捕まえ、ブドウ園の外に放り出して殺してしまった。さて、ブドウ園の主人が帰ってきたら、この農夫たちをどうするだろうか。彼らは言った。その悪人どもをひどい目に合わせて殺し、ブドウ園は、季節ごとに収穫を納める他の農夫たちに貸すに違いない。イエスは言われた。聖書にこう書いてあるのをまだ読んだことがないのか。家を建てる者の捨てた石、これが住の親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。だから言っておくが、神の国は、あなたたちから取り上げられ、それにふさわしい実を結ぶ民族に与えられる。祭司長たちやファリサイ派の人々は、この例えを聞いて、イエスが自分たちのことを言っておられると気づき、イエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者だと思っていたからである。主の御言葉、キリストに賛美。